東郷失調症の人から話があるそうです。もしもし。はい。ああ、はいはい、どうしたの？精神病棟をばっくれたら、謎の組織にずっと探されてて、精神病棟をばっくれた謎の組織にさらされている。あ、精神病棟をばっくれたら、それから謎の組織にずっと探されてってまして。ああ、精神病棟をばっくれたのね、君が。ばっくれたら、謎の組織にさらされている。あ、いや、探されてますね。ずっと。ん？何？探されている。ああ、探されている。ああ、なるほどね。精神病棟をばっくれたら、謎の組織に探されている。あ、探されてるです。うん。いや、分かってるって、だから探されている。はい。うん。精神病棟をばっくれたっていうのはな、精神病院に行く予定だったの、君は。あ、行ってまして。あ、行ってたんだ。で、何？もう行かないっつって、逃亡したの？そこの病院が結構やばい病院で。うん。何がやばいの？あ、毎日薬もらってたんですけど。まあ、それは出るやろうな。でも、帰りにいつも薬を捨ててて、捨ててたっていうか、いつも同じ場所の花壇に埋めてて、で、なんか、その薬は、多分 GPS 入ってる、確かめるために、いつも同じ薬の中に GPS が入っている。え、はい、そんなことってありえんの、みんな。あ、それを調べるために、花壇に埋めてましたね。本当に入ってたら動かないからおかしいと思うじゃないですか。とりあえずその薬の中に GPS が入ってるかもしれないから飲まずに捨ててたんや。はい。そしたらそれでそしたら飲んでないだろうって。ああ、怒られたんや。薬をね、飲んでないやろって、お前何し来たんやって。はい。うん。ほんでもうばっくりましたね。ああ、でも出てったやん。そんな簡単に精神病棟で出れるの？一応入院の話してきたので。ああ、でも入院する前だったんだ、じゃあ。入院した方がいいんじゃないかなって言ったので、もうやばいと思って逃げましたね。で、一応今君は頭にアルミホイルか何かをまだやってるの？あ、それはもう取られました。取られた？ぐしゃぐしゃにされましたね。先生に？はい。じゃあ電波攻撃対策ができてないってこと？多分、なんかそれはあんまり、もう、多分大丈夫でしたね。まあで、とりあえず精神病棟入院する話だったけど、ばっくれて逃げたら、謎の組織に探されているで、その謎の組織って何なの？何をしてきたの？行動の横の歩道、あると思うんですけど。歩道あるね。はい。公道とか車が通ってるはず、うん、で僕のなんか前を通るときだけ車がスピードを緩めてるんですね。うん、ああ、なるほどね。普通に車がバーバー走ってるのに君の近くになると車がゆっくり動き出すんや。はい。なるほどなるほど。で、うん、めっちゃそれが怖くて。確かに怖いね。明らかにおかしいので、うんうん、警察にも行ったし、事務所にも行ったら。事務所何のあ、弁護士です。ああ、弁護士事務所に行って、そういう弁護士事務所の人とか警察には何て言ったの？お金だけ取られてるので、うん、解決もせず、お金だけ取られるので、うん、もうちょっと今、倒れる期間がなくて困っています。ああ、それで俺のとこに来たってことか。はい。絶対防御って何かわかる？あ、わからないです。外に出ないで。あ、でも家は、帰ってきたら、うん。ネジが落ちてて、この留守の時に、多分工事をしてるんですよ。ネジが落ちてる？何の話？頭のネジが落ちたってこと？君のあ、見覚えのないネジが落ちてて、明らかに見覚えのないネジが家の中に落ちてるって？はい。それ親か何かじゃないの？親か何かじゃ。あ、一人暮らしなので。ああ、そうなんだ。見覚えのないネジが落ちてたから、何かが誰かがああ、これか。動画に上げてるのか。衝撃的なことが起きて震えています。ネジが室内に落ちてました。外出時に何者かが侵入し、工事をしていた証拠です。で、この割り箸の何これ。どこにネジがあんの？ほんとだ、小さいネジがあるね。なんか時計とかのじゃないの？エアコンのリモコンのとかさ。家の中にあったやつでしょ。トイレの方向性の中身を別の匂いに変えられたり、消し足の電気がついてることもあった。気のせいだろ、こんなの。ん？あ、でも。いや、まあ、とりあえず何者かが侵入してるかわからないから、じゃあ玄関に監視カメラでも設置して、家から出なきゃいいじゃん。うん。でも急に賢者モードやあれなんですよね。結構、そのこれ多分被害に遭ってて、多分俺もなんかクレカとか盗まれてたりとかしたと思うんですけど。ああ、まあ確かそんな話したね。うん。とかなんかそのどっかから帰るときに、タクシーで帰るときに、常につけられてると思ってカメラで見てるとか。あ、それはね、でもね、俺とお前はちょっと違うと思うんだけどな。まあ、なので、ちょっと、これ多分も、その被害者で何か対策してるとか。ああ、そういうこと。まあ、家から出ないだね、だから。ああ。うん、出なきゃいいじゃん、家から。なんか出なきゃいけないの、用事で。はい。食べ物を買ったりとか。ああ、そんなの、ウーバーイーツでいいじゃん、ウーバーイーツで。ちょっと沖縄がなくてですね。何？ここはウーバーイーツはないですね。ウーバーイーツがない。じゃあアマゾンのさ、アマゾンフレッシュ野菜とか売ってるよ。もう対象外の地域です。嘘つけ、ほんまか？はい。アマゾンフレッシュ対象外の地域なんかないでしょ。あ、対象外ですね。沖縄だっけ？はい。はいさーい。え、なんでしかと？あ、はい。はいさーい。はいさーい。うん。まあじゃあ外に出なきゃいけないと。はい。うん、どうしようかな。まあとりあえずね、何を言ってもわからないかもしれないんだけど、君が思ってること全部はそれ妄想なんだよ、実は。実はね。はい。だから一旦、そういう世界なんだっていうのを楽しもうぜ。うん。実はその謎の組織は、君を探してるんじゃなくて、守ってるんだよ。はい。だって危害加えてこないでしょ？殴ったりさ、連れ去ったり。あ、それはないですね。でしょ？だから実は守ってるのよ、君のこと。はい。だから、守られてるって、まあ、守護霊みたいなもんだね。はい、守護霊だと思って、ああ、またなんか守りに来てるわ、いつもお疲れ様ですーって言えばいいんだよ。あった。ああ。いつもお疲れ様ですって。あ、行ってみます。そう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 。お疲れーす。これで行こう。はい。わかりました。うん。だから悪いものじゃないっていう。はい。はい。あ、わかりました。うん。あ、それ。てかさ、童貞？はい。ああ。うん。まあちょっとは、そうですね。ちょっとはそう。何？半分童貞じゃないみたいな。はい。どういうこと？あ、根元まで入れたことはないですね。根元まで入れたことない。はい。先っぽだけってやつ。先っちょだけってやつ。はい。それを本当にしてる人がいるんだ。先っちょだけで我慢できる人がこの世の中にいたんだ。どういう、それはなんで先っちょだけだったの？なんか痛かったみたいで。ああ。結構大きくて。ビッグペースワオなるほど。そうなんだね。はい。はいはいはい。でかくてね。なるほどなるほど。素晴らしい。いいものを持ってんだね。わかりました。まあだからいいものだと思ってね。はい。感謝の意を込めて接しましょう。あ、接します。うん。